はい、問い3ですね。なんか苦手だった科目、取り組みにくかった、親しみにくかった科目ね、親しみにくかった科目、親しめるようにするにはどうしたらいいのかっていう話ですね。で、500字以外、改善点、改良点。改良点何がありますかね。これは、リードしてくれてますよね。その説明の仕方の違いっていうのと、実際にじゃあ、この具体的なものじゃなくて、もっと抽象化というか、なんか、わかりますかね。リードしてる。問2が問3をリードしてる。と思いませんかね。で、改良点。例えば、用語を厳選する。誰がとかっていうのが、誰がじゃなくてどんなことが起きたのかっていうような話を中心にするっていうことだね。出来事をために大切な、がはっきり分かるようにする。どういうことかって言ったら、例えば経済、例えば農民が不満を持ったという記述ではなくて、明示することだよね。一揆が起きました。なぜですか？何かがあったんだよね。対外関係や、内政や、外政？背景至った明示する。
限られた分量の中で、うん、何を伝えたいのかっていうのをはっきりさせることだよね。描きたい出来事を、うん、こうかな。で、そのために、うん、こうでしょうね、このためにこのためにこうするこのためにこうする、うん、まあ、読みやすさっていうことに関しては、これだね。用語を厳選するっていうのは、うん、例えばさ、これか。これなんでこれ段落が分かれてるのかっていうのは意味わかんないよね。うん。なんで段落これ分かれてるのか意味わかんないよね。この情報量が少ない曖昧な言葉を使いっぱなしにしてしまっていると思いませんか。それがこっちだとどう書かれていたかって言ったら、うん、この言葉がわからないんだけれども、ここにちゃんと書いてあるよね、これはね。対等な外交の存在を認める外交っていうね、これ日本語よくわかんないけど。あ、こういう理由でこれを設置したと。で、こっちはなんて書いてあったんだっけ。あ、ただ対応窓口としてだよね。対応窓口としてって。うん、どういうふうに対応するのって。普通に対応すりゃええやん。よくわかんないよね。意味のわからない言葉を、うん、これソロモンと同じような言葉に重みを与えるっていうことはことですね。とこの句読点の付け方、主語に配慮するって、句読点の付け方っていうか、まあ文のリズムだよね。これすごいいいと思いませんか、この文章ね。ああ、こうして、ロシア、フランスは、リギレスはこうやって、ベベベベベ、こう、畳みかけるようにね、要するに、秦がこう、列強に搾取されてたっていうか、ああ、やられてた様子っていうのがわかるわけですね。それが、その、描きたい出来事なわけです。うん。で、例えばじゃあ、用語を排除するとしたら、こういう場所とか必要ないじゃんとか、ああ削ろうと思えばもちろん削れるんですが、それはもう配慮というか分量によりますね。それだけ情報がなくなったら、まあ分かりにくく、逆に分かりにくくなるかもしれないからね。
とにかくこれ大事なのは、その中国が列強にやられたっていう話で、で、そのまあ列強っていうのは具体的にはこういう列強ですよと。で、次にじゃあ中国のどこにこの列強たちが手をつけたかって言ったらこういうところっていう、どんどん情報が分岐というか細かくなっていってるんですね。で、読み取る人はたくさん読み取っていいし、読み取れないというかそこまで興味が湧かないっていう人は、ああなるほどね、列強がね、ああロシアとかねって止まっていいと。そういうふうな構造ですね、構造のつけ方。それも書こうか。構造化をすると。これもそうかな。因果かな。こういうことかな。こういうツリーにしましょう。はい。これで書こう。よし。これで500字だからいけるんじゃないかな。どこだっけ？ん？どこだっけ？これか。で、ポイントはもっと楽しく学べるようにだからね。親しみ。ということは、書きたいこととしては、親しみを持ってなかった理由は何か。これ小論文だね。がっちり小論文。親しみ持てなかった理由は何か。理由は何か。これこれこうであると。で、伝える。で、最後にメッセージ。メッセージは書かなくていいかな、ここは。書くスペースないかもしれませんね。で、これがメモだと。文章が意味不明。だった。わかりにくかった。私は歴史の教科書。待って、なんか指定したっけ？一つ挙げたから。歴史。まあ、世界史でいいかな。親しみ持てなかった方、歴史に親しみを持てませんでした。親しみを持つの、持つは、ひらがなの方がよかったかな。親しみにくかったのは歴史でした。私が親しみを持てなかった教科は世界史です。文章が何を伝えているのか、何を伝えたいのかわからず混乱していました。まるで辞書を手に取っているかのようでした。辞書と百科では何が違うのかな？百科事典。辞典か。これが問題だよね。問題というか、現状というか。私はこの、言い方変えようかな。私はこの、教科書に
ストーリー性んのストーリー性を強くし世界史がもっと楽しく学べるようになると思う。うん。で、具体的には、ストーリーを伝えるためには因果関係がはっきり、因果関係をはっきりさせると良い。これパフローか。明示することで農民の気持ちに共感しながら世界の歴史を現実の世界とつなげることができる。うん。きっかけにもなる。とても楽しいですね。現在と隔たりがあっても同じような気持ちでいる。現在と類似した状況にいる登場人物がいれば楽しい。500字、結構少ない。まだ大丈夫だね。で、句にするには、選び、を表現するために大切です。例えば、要するに雑音なんだよね。それ何かっていうのは情報処理できないけれども気になってしまうっていう雑音ですね。カントリートレーダーっていう言葉を使うのかどうかっていうのは問題ね。カントリートレーダーという言葉。
という、言葉を使うなら、カントリートレーンダーについてという、だがどのような仕事なのかを説明しなければ、することで、しなければ、この言葉は宙に浮いてしまい、捉えどころがなくなってしまう。言いたいこと伝わるかな？例えばだから、東インド会社ってのは必要ですか、ね、カントリートレーダーっていうのは必要ですか、どうですか。だからそもそもこれで東インド会社の貿易独占権が廃止されるとっていう、ここが必要なんですかねとか。取れないように情報を構造化することで、そう、骨だらけで食べれない。これでいいかな。で、メッセージ。最後のね、まとめ。これ最後言い換えて終わりましょう。魅力的な物語。共感できる登場人物を描き、登場人物の姿かな、姿を描き、物語がそれないように情報構造で、ほだ、食べがたい、食べにくい世界史の教科書が美味しい料理に生まれ変わる。まる。はい、これでいいんじゃないですか。あっさり、あっさり。食べるところが少なく、不満だった世界史が美味しく、味わいが出る教科に、科目か、
科目になる。丸。はい。これでいいでしょうね。ディロリロリン。491。バッチリですね。はい。以上です。うまくいきましたね。総合政策、環境情報とこの問題は何が違ったのかなっていうのが、ちょっとよくわからなかったですね。似たような気がしませんか。環境情報とね。うん。また内容としては歴史とか、やっぱり文、どっちかって言ったら文系って感じなのかな。うん。は、まあ、どっちかって言ったらね、アート、科学。歴史とか法とか、多分法も入るよね、きっとね、そのうち。出てくるんじゃない、政策って書いてあるしね。うん。ちょっとこの違いがこれから明確になっていくんじゃないかな、過去問解きながらっていうふうに思います。はい、あっさり終わりましたが、このくらいあっさりで、いいと思います。いやー、書きやすいですね、本当に。慶応大学、SFC。いや、本当分かりにくい大学は本当分かりにくいからね、小論文の問いが。他の動画でも僕はとても困ったのをね、皆さん知ってるでしょうか。問いがまず読み取れないっていうのがパターンが多いですね。その点、僕はこっちの方が断然読み取れるんですね。それが僕だけなのか、皆さんにとっても同じような感覚なのか、ぜひ知りたいですね。教えてください。コメント欄、ね、書いてくれたら嬉しいです。はい。では、これでまた次の過去問でお会いしましょう。じゃあまた。